はい、えー、お得に買い物したいなっていうのは誰でも思うことですよね。で、私がね、今回ご紹介する Wish というアプリなんですけども、これはあの、スマートフォンのアプリですね。えー、Android でもありますし、もちろん iPhone でもカバーされてます。こちらの方の Wish というアプリをダウンロードして、えー、私は買い物結構してるんですけども、これね、いいお知らせですって書いてるでしょ私の方に、えーと、こうね、 機材が送られてきてますよってことなんですよ。今回は三脚ですね。で、起動するとどういうものが見えるかっていうと、こういう風になってます。えー、ウィッシュを起動すると、これはパソコンバージョンなんですけども、いろんなもの商品並んでますよね。価格ご覧ください。えーと、こちら無料って書いてますよね。なんかどんなものかわかりませんけど、これはね、送料を払うだけでもらえますよってやつです。送料はあ多分、なんか200円ぐらいだと思いますね。で、こちらが車のパーツですね。 えー、スポイラーっていうやつですよね。これ55円ですね。32,659円のものが55円と。これ結構安いと思うんですけどもね。うん。で、ぐーっと下がっていくと、これは何でしょうね。スマートフォンですね。iPhone も、えー、2万円ぐらいということで書かれてます。うん。まあ、iPhone の11っていうのも香港で買ってる人もいるみたいですけど日本から。うん。まぁ、あ、いろいろとありますけども、どうですかね。私買ったのこれですね。置物。 このウミネコかなんかの置物ね、196円と。なかなか良かったかなぁと。これは電源タップですね、123円。で、シボレーのキーホルダー237円も安いんじゃないかなと思います。その横にですね、なんかを使ったら安くなるよ、あの、痩せるよみたいなのがありますけど、これ明らかに左右の人、違う人ですよねですか、これ。違う人、ダイエットなんとか、ダイエット機材が違う人が出てます。 面白いですね、こういうところが。あルイ・ヴィトン。これはなんかね、バッタモンっぽいですよね。こんな6,886円で売ってるわけないですね。うん。まあ、こう、いろいろあるわけですね、こうやって、うん。探していただければ、きっとね、えー、ご自身気に入ったものが見つかると思うんですよ。うん。これは、ファイヤーバードのタペストリーですね。いいですね。うん、キーホルダー、無料ですね。うん。すごいですね。これもタペストリーですね。 えー、ガレージとか、私もやってますけども、ガレージ作る方はこういうの欲しいんじゃないかなと思います。まだまだあります。結構ね、何でもかんでも安いんですよね。これも無料ですね。うん、シトロエンの、なんですかね、ダッシュボードに置く滑らないやつですかね。えー、これバッテリーの、あれですね、うん、なんだろう、<laughs> わかんないけど、車の中でコンセント使えるやつ。<laughs> えー、まだまだありますね。なんかね、こう見てるだけでも楽しんで、私結構毎日見るんですよ。で、えー、まとめて注文するんですけどね。は、え、い、ー、ポンティアックの帽子、1553円、うんあ。これはトヨタのキーホルダーですか。これ本当にトヨタが公認してるのかどうか分かりませんよ。ナイトライダーの T シャツですね。うんまあ、こうやっていろいろあるんですけども、あのー、ここでね、 こののサイトトちょっとデメリット申し上げます。うん、私が感じたデメリットなんですけども、まずは発注してから手元に届くまでが2、3週間かかるんですよ、これ、おそらくなんですけども、中国のお販売サイトを引っ張ってきてると思うんで、うん、でそこで Wish という、ね、アプリが手数料をもらうみたいなビジネスだと思うんですよ、だから、ね、発注にものすごく時間がかかるんですよね。 で、送料は確かに安いんですよ。これは中国から日本への送料でやってますから。日本から中国への送料は高いんですけども、その逆だと結構安いんですよね。為替の差がありますしね。うん、それからデメリットの2なんですけども、ん、中にはね、注文したけど届かないよってのもあるんですよ。で、届かない時の問い合わせがよくわかんないんで、私はね、当たる分発見当たる分発見で、大体注文した部分の2割ぐらいは来ないんですよ。<laughs> 私の感覚だと。まあ、それも込みでも結構ね、ユニークで、 あの、お安いものがたくさんありますんで、宝くじ感覚で、どん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 私は発注しております。まあ、今日はそんなとこでしたね。以前もこれお話ししたと思うんですけども、このウィッシュというアプリ、ぜひね、低価格のものとか、それから無料のものから試してみてはいかがでしょうか。それでは本日は以上です。